リバディアは、ギリシャ共和国中央ギリシャ地方にある都市で、その周辺地域を含む基礎自治体。ビオディア県の県都である。都市の名は、レバディアあるいはレバディア、リバディアなどとも記される。リバディアは、アテネから北西へ、約 130km の距離にある。リバディア周辺は、山がちな地形であり、谷合いで農地が発展している。 二世紀の地理学者パウサニアスが記すところによれば、この都市の元々の名はミデエアであった。この都市をヘルキナ川のほとりの現在の場所に移転したアテナイのレベドスの名にちなみ、レバデエアに改められたという。この町の守護神はトロポニオスで、地下での恐ろしい試練を経て得られるトロポニオスの神託は古代ギリシャ世界でも有名であった。ヘルキナ川に今も見られる。 大理石の像の残骸は、ここが新託を受ける場所であったことを示している。丘の上にある小さな城は、14世紀にカタラン兵団によって築かれたものである。リバディア周辺の谷合いに農地が広がっている。ギリシャのプロサッカーリーグ、ギリシャスーパーリーグに属するリバディアコス FC のホームタウンである。ビオティア県の旧自治体ビオティア県におけるリバディア市リバディア市は、 ビオティア県に属する6つの基礎自治体の1つである。現在のリバディア市はカリクラティス改革に伴い旧リバディア市を含め5自治体が合併して発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は下に掲げた旧自治体地図の番号に相当する。下表の旧自治体名欄は無印がリモス、印が気のテたの名を示す。 面積の単位は、軽平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。旧リバディア市カリクラティス改革以前の旧リバディア市に、当たるリバディア地区は、以下の木のタから構成される。表中の、デルタ。デルタ。は、デルタイタミュータウイオタカッパ。デルタイオタアルファミューロウイオタシグマミューアルファーの、略であり。 カポニストリアス改革による統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。ゼウス・バシレウスの神殿は、紀元前3世紀に建設が始まったが、未完成に終わったものである。聖ゲオルギオス教会は、ゲオルギオスの聖遺物とされた頭蓋骨を収めた教会である。この頭蓋骨は15世紀にベネツヤに持ち去られたが、1999年に、 周波を超えた作業の一環としてリバディアに戻された。ヘルキナ側は中世には多くの水車が連なっていた。今日、その一つが残されている。ありがとうございます。